久保さん、まあ、確かに30年40年やらないとできないことってありますよね。まあ、僕もドリームアカデミアをですね開校して5年経つんですけども5年目でできることと5年前できなかったこと、まあ、言えなかったことがあります。それは何かっていうとあのさっきねアドバンス生からご質問いただいて、まあ、YouTube のねチャンネル名をこう変えようと変えるっていうことでどのチャンネル名がいいですかみたいな。 で、まあ僕はそのなんかビジョンは大きく、やることちっちゃくみたいなね、うん。まあリーダーとして、リーダーとして旗を上げるんだったら旗は大きい方がいいと。ただやることは目の前のお客さんのサポートだったりとかそういうことなんだけども、旗を上げるときは大きい旗の方がいいよっていう話をして、まあそのチャンネル名のアドバイスしたんですけども、まあ確かね、まあうる覚えですけど、まあドリームアカデミアを一番最初売ってたときっていうのは、 日本一にしますみたいな話なんですよ。確か。ね、まだ、まあ、僕、あの、セールス、一番最初セールスしてた時講義も作ってないですよ。セールスして、売り切った後、講義作ったんで、その <laughs>、まだ講義もないんですよね。だから、日本一にしますみたいな。なんか、ビジョンを語るというかね、こんな塾にしますってって売ってったんですよね。で、今はどうなったかっていうと、まあ、実際にもう、エビデンス、証拠として、 まあ、実際に5年積もってるのでまあ講義量もめちゃくちゃあります、うん、でしかも5年サポートしてきたっていうエビデンス Q&A のエビデンス Q&A の動画も1000本ぐらいはあると思うんですけどトータルでねとかなんかそういうエビデンスもあるしあとは熟成さんが、えー、実際にドリームアカデミーに入って稼げましたっていうエビデンスもありますまあお一番大きい人で1億ですかねうん億いきましたね まあこれ女性の方も男性の方も男女両方まあ一人ですけど一人一人ですけど昔はなかったですけどうんまああとはまあ月収100万はまあまあいると思いますまあまあってまあ230人ぐらいだと思いますけどうんだから昔はなかったですからねだって開校する前ですからだからこれはだからあともう5年やったらまたいろんな熟成さん出てくると思いますしまああと10年やったらまたいろいろ出てくるだろうし だからその10年後20年後言えること変わるわけですよそのエビデンスができればだどん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 強くなるなだ年取らないと年取るというかその月をかさ重ねないと、まあ、お客さんのエビデンスなんかそうじゃないですかお客さんが結局やる時間が必要なのでうん何年、まあ、そのお客さんによっては1年でうまくいくのか3年でうまくいくのかわからないですだけどその時間と経過とともにそのエビデンスは出てくるので まあちゃんとやった人はですよだからどんどん強くなるなと <laughs> だから僕も僕自身もこれからも続けてってまあその続けていくとまあまあ今も多分多分ですよ日本一のコンテンツ量だと思いますけどもまあこれから10年20年続けていくのでそしたら20年後のコンテンツやばいですからねうん多分見切れないぐらいあると思うんでまあ今もだいぶ見切れないぐらいあるんですけどうんまそれはもう何だ あ20年後をやればもう本当にもう誰が見ても日本一っていうところにはいけるかなとまあ多分あと20年の中で熟成さんのエビデンスも相当出てくると思うんでだそうなってくると多分ほ本当に日本一になったねっていうふうに言ってもらえると思うんですよねまああとは僕の企業努力次第だと思うんですけどうんだからどうせやるんだったら僕はまああのなんだろうな その大きい市場で1位じゃないんですよ、僕が目指してるのは。だから富士山じゃないです。富士山じゃなくて桜島でいいんですよ。うん、僕が目指すのは富士山じゃなくて桜島ですね。うん、鹿児島の中で桜島は1番なんですよ。でも日本で見ると富士山が1番なんですよ。だから僕で言うならば、情報業界、コンテンツビジネスを教えているっていうこの小さいパイの中では1番ってことですね。うん まあそんな感じを目指してますね。だから久保さんも昔その一番最初即価食始めてた時同じだと思うんですけど、広島ナンバーワンの即価食久保ですみたいなね <laughs>。広島じゃ一番みたいなね <laughs>。いや多分僕,ね僕それでいいと思うんですよね。広島で一番とかね。日本で一番じゃなくていいんです。広島で一番でいいと思います <laughs>。まあそれで十分1億いけるんで、広島で一番で1億いけますから大丈夫です <laughs>。そう。 まあそんな感じですねな。何のタイトルどうしようかな。うん。まあビジョンは大きく、やること小さくみたいな感じですかね。はい。いってらっしゃい。